では、まあみんなもお揃いということなので、それなりに、まあ誠に恐縮ですが、ユニクロ感謝祭ボリューム1、海外宣言したいと思いますの前に、まあ、ちょっと話させてほしいことがあって、あのうち4人家族なんですよ。俺と、まあ、7個下の弟がいて、でお父さんとお母さんで、でまあ基本家事はお母さんがやってくれるんですけど、まあ、あの4人家族だから、まあ、歯ブラシが4本あるんですよ。でまあそれぞれまあ自分の使うんですけど、なんかあの半年くらい全く消耗されてない歯ブラシがあったんですね。でなんでなんだろうなーって確認してみたんですよ、家族全員に。そしたらあの俺とお父さんが同じ1本の歯ブラシを共有してました。あの50過ぎのハゲの親父と俺一緒の歯ブラシ使ってました。ユニクロ感謝祭始まったダメで落ち先喋った。すごいつまんない。ああやばい、I'm not afraid to die.
一年生バンドデルンダーです。よろしくお願いします。トノさん、僕は知僕はトノさん知らないです。セットリー見た時本当にびっくりして、なんだこれと思って、初めてのライブということですごい緊張してます。他のみんなはカズマどう？自分の、ね、ギターを持ってきたんですけど、ちょっと昨日ねネックが折れてしまいまして、それでね、あの他の人のギター使ってるのすごく、でもあの貸していただいた方ちょっとありがとうございます。すごい緊張してるんですけど、すごい楽しくて嬉しいです。加藤の、加藤の人生初ライブです。よろしくお願いします。とりあえず頑張ります。次で最後の曲です。ドラムを喋らせろ。りょうさん、りょうさん、マイクないね、マイクないね。オッケー、いけ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 、やれやれ、決めろ決めろ。最後飛ばすんで、最後飛ばすんで、よくない。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだろう。思い出すのは君の歌、ギター持ってる君がいた。忘れられないんだよ、だから僕が歌うよ。でもさ、また聞かせてくれよ、聞きたいな、もっと可愛い感じの
仲直りして。